今日はアップルの変遷というか、アップルって会社がどのように、変わってきているか、どのような過程を経ているか、特に日本の市場でですね、っていうようなことを話していこうかと思います。まあ、アップルといえばアメリカの、会社、まあ、なんですけれども、もちろんアップルには日本法人もあって、アップルジャパンっていうのがありますけれども、まあアメリカの会社ですね。で、実は自分は大学院生の頃から、Mac をアップルのコンピューターである Mac を使っているので、まあ筋金入りの Mac 信者だと思います。実は昔は信者って言葉すらなくて、まあ英語で言うならばエヴァンジェリスト、日本語にするとなんだ、伝道者、伝え導く伝道者っていうような言い方がありました。まあ信者っていう言葉が日本で使われるようになったのは、まあ間違ってなければ iPhone というものが日本で、まあ、爆発的にというか熱狂的に受け入れられたんですけれども、その頃から使われ始めたのがアップル信者っていうような、単語だったと思います。で、まあ先ほど自分はアップル信者、筋金入りのアップル信者と言いましたけれども、実は今の状態を考えると、自分では、信者なんて言ってないんですね。自分で言うときはアップル奴隷と言ってます。そのまあ奴隷と自称してるんですけれども、奴隷と自称するのは何でかっていうと、まあアップルに侵されている、侵されている、アップルという病気に、じゃあアップルという会社に、アップルという製品に侵されているというところですね。で、これはまあアップルという会社の戦略とも関わってると思うんですけれども、アップルって会社はまあユーザーをアップルというテリトリーに、自分の領土に引き込むことをまあ至上命題としていると言っていいかと思います。まあアップルという会社にとっては、ユーザーが自分のテリトリーに、自分の領域に入ってきてくれさえすれば、その入り口は何だっていいんですよね。まあ、アップルといえば、パソコンとしての Mac、マッキントッシュですね、Mac。それと、まあ、タブレットとしての iPad。そして、携帯電話としての iPhone。まあ、あと腕時計である Apple Watch、 それから Apple TV、 あるいはまあ製品としてはというか Apple Music っていうのも今 Apple の製品としていいって思うんですけど、まあこれらがまあ Apple が現在扱っている商品群と、商品たちと言っていいと思います。製品ですね。で、そしてこれらのデバイスなどを使うためには Apple ID が必要となります。この Apple ID を広めること、これが Apple の戦略であろうことはまあ明らかなことだと思います。で、この Apple ID っていうものなんですけれども、何もしなければ Apple ID があろうと別にお金が発生するわけではないんです。まあ例えば、新たに iPhone 買いました。デバイスとしての iPhone。で、この iPhone を最初に電源入れてアクティベートするときに自分の Apple ID というものが必要となります。だから要は Apple の製品を使おうと思うと必ず Apple ID というものがいるわけですね。で、Apple ID は、例えばこの新しい iPhone をアクティベートするだけでは別にお金というものは発生しない。別にこれをアクティベートして使えるようにするためのものが Apple ID であるわけだから、
アクティベートに Apple ID を使ったところで別にその課金がお金が発生するわけではないんですね。ところが何かをしようとすると Apple ID というか、そこには、課金と言われる、要するに、お金が発生するようになります。まず Apple の製品を買えばアプリの管理は、アップストア、アップストア、イントネーション合ってるかな、アップストアっていうものを通す必要があります。で、こうなってくると、まあ、要はアプリの導入を完全にアップルがコントロールしてるってことになりますよね。アップル製品に対するアプリの導入には、アップストアが必要。そこで Apple ID を使ってって言うんですけども、要は全てが Apple がコントロールしている状況にあるわけですね。もちろんその App ID を App Store から無料のアプリをダウンロードして使うためには、別にまあダウンロードするためのパケット代は必要ですけれども、まあ無料の間は別に特にお金も発生しないし何も問題はない。でも有料のアプリをインストールしようと思うと、有料のアプリ、例えばめちゃくちゃ高くなくていいですよね。例えば300円のアプリであっても、その300円というコスト、お金が発生して、その金額、例えば300円という金額は必ず Apple ID に課金されるわけですよね。で、今アプリ、アップストアで有料のアプリをダウンロードすることをそう言いましたけれども、アプリに限らず全てのサービスはアップルにコントロールされていると言っていいと思います。まあこれがアップルのビジネ、いわゆるビジネスモデルと言われるものだと思います。まあなので iPhone であろうが iPad であろうが Mac であろうが、まあ、Apple TV であろうが、ホームポッド、スピーカーであろうが、まあ、要は、入り口は、経路は何でもいいんです。Apple ID が広まること、これが Apple という会社の求めることだと思います。まあ、こういう言い方をすると、Apple のビジネスモデルに異を唱えてるように聞こえるかもしれませんね。でも実際、そうではないですね。自分が言いたいことは、アップルのそのビジネスモデルがうんたらでしょっていうことを批判したいわけじゃないんですね。で、なんでかっていうと、アップル製品を、アップル ID を使って使う限り、ちゃんとかゆいところに毛が届くようになってるんですよね。で、アップルのデバイス、まあ、例えば iPhone というデバイス、あるいはちょっと今つけてないですけど Apple Watch というデバイス、あるいは iPad というデバイス、 Mac というデバイス、まあデバイスは何でもいいんですけれども、それを Apple ID を通して使うと非常に便利なんですね。まあよく考えられてると思います。で、昔を振り返るとですね、一昔といったところで、一昔といったって自分が大学生の頃だったんで、もううん十年前の話なんですけども、実はアップルという会社はマッキントッシュというパソコンでちょっと立ち行かなさそうになった時、もうアップルって会社は存在しないんじゃないの？存在しないか、あるいはアップルというブランドをどっかの、まあパソコンまあメーカーに売るかみたいな、身売りみたいなことが、まあ噂されてた時期がありました。まあそんな時に、どことは具体的には言いませんけれども、その時のまあビジネスモデルというものを考えると、アップルっていうのはマッキントッシュというパソコンのハードウェアとMac という、OS、 まあその頃は MacOS って言ってたかな、まあとにかくその
マッキントッシュというハードウェアと、まあソフトウェアって言い方はどうかしました、 OS ですね、 MacOS で、これを分けて、ハードウェアはハードウェア、ソフトウェアはソフトウェアで分けて、まあという言い方は、なんていうのかな、ハードウェアは自分のところで作らなくても、その MacOS というソフトウェアの専業の会社になればいいんじゃないっていうような話も実はあったんですね。で、まあそういうふうな話になって、実際 Apple はその方向に歩み出そうとした時期もあったんですね。まあいろんなあまり細かいことは言いませんけども、まあハードウェア的なものは作ってもらって、自分たちはそこにソフトウェア的なものを付加することによってソフトウェアの会社としてやっていこうというような方向に歩み出そうとしていた時期もないわけではなかったんですよ。まあでも結果的に言うと Apple はその方向には進まなかったんですよね。で、まあこういう表現はどうかと思いますけども、時の流れっていうものは面白いもので、あの時のアップルの決断には、まあ当時は疑問の声が上がったんですよね。っていうのは、まあソフトウェアの会社としてやっていけば成功している例があったので、そのハードウェアとソフトウェアを全部自分のところでそのコントロールしなくても、アップルさんもあなたはソフトウェアの、MacOS というソフトウェアの会社としてやっていけばいいんじゃないですか、みたいな話はあって、そういうことをやったらソフトウェアの会社としてやっていけばいいんじゃないですか、みたいな話もあったんですね。でも実はそれはもううん十年前の話です。で、今の時代となってみれば、なんだかんだ言って Apple って、例えば iPhone と iOS、 iPhone を作動させるための OS といえば iOS と、もう皆さんご存知だと思いますけれども、ハードウェアとソフトウェアを Apple という会社が両方を自分のところでコントロールしてるんですよね。で、まあその時のあれだとどうかなって言われてたんですけども、結局今の時代となってみればハードウェアとソフトウェアを一括して管理するできるというこの環境ですね、アップルが持つその強みということは、これがハードウェアとソフトウェアを自分のところがコントロールできるんだっていうのがアップルのと会社としての強み、今では会社としての強みになってるんですね。ハードウェアとソフトウェアを前は全く切り分けて、もうアップルさんソフトウェアの会社がいいんじゃないですかって言われたのに、アップルはハードウェアとしての会社も捨てなかったんですね、こう思ってた。で、その時はどうよって言われてたんだけれども、実際今の時代になって、実はこのハードウェアとソフトウェアを自分のところでコントロールできるっていうのはアップルの、まあ、最強と言っていいでしょうね、強みとなっているんですね。もしそのうん十年前にハードウェアとソフトウェアを切り離すような会社とアップルがなっていれば、ソフトウェア専業の会社に、まあ、あの時にアップルがなっていたとするならば、実は今の時代、今の世の中っていうのはもうちょっと違う世の中だったような気がします。でも実際はアップルはハードウェアも捨てなかったし、ソフトウェアも捨てなかった。で、そうこうしているうちに、今度 iPhone というなんだ携帯電話じゃないですね、スマートフォンとしての iPhone がデビューします。で、この iPhone というのは、今言ったこのスマートフォンという単語とともに iPhone という携帯電話、だからスマートフォン、 iPhone というスマートフォンは
まあそれまでスマートフォンって単語もなかったんだけど、スマートフォンという単語、まあ当時のスティーブ・ジョブスかなが発表したんですけれども、そのスマートフォンという単語とともに iPhone というのは熱狂的に受け入れられた、広まっていったんですね。そんなの今まで見たこともなかったから。携帯電話っていうのは、まあ電話ができる。まあ二つ折りの昔の携帯もありましたよね。電話ができる。まあ電話はできる。携帯電話ですからね。まあちょっとしたゲームみたいなのもできたのはできたんですけれども、スマートフォンっていうのはちょっとやっぱり今までとは全く違うもの、新たにこう、人類が手にした武器というか、デバイスというか、そんなもんだったと思います。で、携帯電話としてのデバイスとしての iPhone、 それとそれをが利用する OS としてのソフトウェアとしての iOS、 さらにはこの iOS 上、要するに iPhone で使うアプリケーションを Apple は完全に自分のコントロール下に置いたんですね。ハードウェアでソフトウェア、しかもソフトウェアもOS という基盤的なものからその OS 上で動くアプリケーションまで、みんな App Store というものを通して Apple はハードウェアとソフトウェアを同時にコントロールする環境を作り上げたんですね。まあ Apple という一つの会社でハードウェアソフトウェアっていう分けるからあれですけども、まあ要は全てをコントロールする環境を、今まで人類が持ち得ていなかったスマートフォンという、まあ、新大陸と言っていいですかね。この新大陸でそういう環境をアップルというものは手にした。これが実は素晴らしい、まあ、武器となったわけですね。まあそこから iPhone というものがデビューしてからアップルの歩んできた道っていうのは、まあ多くの方々がもう知るところだと思いますね。で、アップルっていうのは、パソコンであるマッキントッシュで使用する CPU っていうのも実は時代とともに変わってきています。まあ、一番最初はモトローラという会社が作る MC68000 シリーズっていう、だから68020030040とかって呼んでましたかね。そんなモトローラという会社の MC68000 シリーズっていうのは一番最初は使っていました。そして次に、IBM モトローラの PowerPC という CPU も使いました。で、その次は、IBM の PowerMac G5 っていうチップを使いました。そしてその次にはインテルの、インテルコアデュオシリーズっていうようなチップを使いました。そして今一番最新のものではアップル製の M1 というチップをアップルは使っています。まあアップルはそのこれまでだって CPU の開発に関わってきてるんですよね。でもこれはあくまで、例えばある会社がメインな会社が、例えばモトローラがという会社が MC68000 シリーズっていうのを作るんですけれども、もちろんそこにアップルはいろんな意味で関与はあったでしょうね。で、まあ関与はあったんですけれども、それはあくまで、まあ、モトローラの、あるいは IBM モトローラの、または、IBM の、まあ、パートナーとしての開発だったんですね。でも今一番最後に言った M1 っていうチップに関しては Apple が Mac 用のチップとして Apple 社自身で設計 M1 というものを設計開発してるんですね。これが今までとちょっと違うところだと思います。自分のところの、まあ、チップ、シリコンチップなんですね。で、Apple は iPhone や iPad や Apple Watch といったようなデバイスの会社ってイメージがありますね。例えば iPhone を売ってるのは Apple です。だから Apple は iPhone を売ってるような、こういうデバイスを売ってるような会社です。
まあそうなんですけれども、まあちょっと今映ってませんけど、そこにはホームポッド、スピーカーですね。まあそう、まだ映ってないですけど、 Apple TV も実は Apple 奴隷ですから、ちゃんと持ってるんですけれども、こういうのもあります。で、こういった製品、こういう Apple の製品の中にはアップルのチップが搭載されていて、そのチップがアップル製品の基板となっていっているんですね。なのでアップルっていうのは iPhone を売ってる、あるいは Apple Watch を売ってる、あるいは iPad を売ってるような、そのデバイスを売ってる、デバイスの会社であるっていうイメージがあるんですけれども、実は、チップメーカーとしてのアップルという側面もあります。